アイルランド王立外科医学院は、ダブリ・ニクセントスティーブンスグリーン公園に本部を置く、アイルランドの私立大学である。1784年に設置された、大学の略称は、キシー。本校では、以下、アイルランド王立外科医学院を指して、キシーという表記に統一する。キシーの旗キシーは、アイルランド島全体で外科の診療科を担当する。 専門職協会と教育機関であり、2020年現在、アイルランドで唯一の私立大学である。私立大学とはいえ、他の国立大学と学費はほぼ変化しない。また、アイルランド国立大学の認可カレッジである。イギリスとアイルランドの4つの総合に認められた、王立外科医学院の間であり、また60カ国から3000人以上の学生と今では、 アイルランド最大の医学部が組み込まれている。2019年からは大学として認可され、アイルランド初の私立大学となった。キシーの本キャンパスはダブリンのセントスティーブンスグリーン公園にあり、1784年に王室の直挙を受けている。名称アイルランド王立外科医学院は、歴史的経緯を踏まえ、イングランド王立外科医師会との整合性を合わせて、訳せば、 アイルランド王立外科医師会付属外科学院となる。アイルランドはかつて大英帝国の一部だった歴史から、キシーのように今でも王立を名乗る組織がある。実際、キシーは私立大学だがアイルランド国立大学により縫い基準を満たしている RTGS の一つと認定されている認可カレッジなので、国立の名称が誤って使われることがある。なお、 認可カレッジの学位は、ヌイから発行される。現在は、学生の75%は、欧州連合外から来た学生であり、60カ国に上る。モットーキシーのモットーである、カンジリ・マンクは、フランスの外科医大学への経緯から採用されたもので、ある。フランスの王立外科医学院の前身である、サンコートとサンダミアンの兄弟団にて使用されていた。 大学評価の世界的指標の一つである、クアク・アレリ・シモンズによる、QS 世界大学ランキング2021の医学ランキングでは、世界第201から250位台である。また、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションのザ・世界大学ランキング2020では、世界第201から250位台、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンと並び国内第2位である。また、 同年のインパクトランキングの良好な健康と幸福のカテゴリーで世界第1位である。中央出願局はキシーに代わり、アイルランド、イギリス、欧州連合及び欧州自由貿易連合の学部課程の出願を担当している。学部課程への入学の決定は、顔に合格受験者に通知を出すよう指示するキシーによって行われている。 大学への入学はもっぱら学力に基づいている。大学には最低限の入学要件があり、英語、またはアイルランド語の合格最低点と数学の合格最低点が必要である。数学の高レベル試験で40%を超えると、総合点数に25点加算される。また、医学部では卒業試験のほか、保健師入学試験を受ける必要がある。また、 個々の学部にはさらに入学要件があり、一定の総合点数を超える必要がある。例えば、2019年の薬学部は、合格最低総合点数は555点である。アイルランドのリービングサーティフィケートのみならず、イギリスの一般教育修了上級レベル、フランスのバカロレアなどの欧州連合の試験や、国際バカロレアなどでも出願はできる。欧州連合の国民、 または居住者ではない出願者には、異なる出願手順が適用される。大学院への入学は、騎士が直接担当する。日本を含む欧州外の入学基準国際バカロレア、一般教育修了上級レベルなどの受験者で、最低入学条件を満たすならば、直接入学できる。ただし、入学を保障するものではなく、 優れた試験結果を保有している受験者を順に定員を埋める。また、上記以外であれば、パスウェイプログラムも用意されている。中世以来、外科手術は利用し、科界のギルドによって許可されていた。ギルドの礼拝堂は、キリスト教会大聖堂にあった。3年間の徒弟と2年間の修士によって得られていた。 実際には、下界学院は1828年まで資格を持った、下界への見習いの義務期間を維持していた。1446年には、ヘンリー6世の直令により、聖メアリー・マグデレーヌのギルドが法人化され、イギリスやアイルランドで最初の医療法人となった。ダブリンの下界、学校1765年に、リムリック出身の下界、シルベスター・オーハロランは、 1255年にルイ九世の王室検証によって創設された外界の養成と規制を目的としてフランスの外界を規制していたパリの聖コスメカレッジに習い外界学院を設立することを提案した。ダブリン外界協会は1780年にエセックス通りのエレファントパブリックハウスで設立された。 ダブリン大学トリニティカレッジでは1847年まで外科を教えていなかったため、アイルランドには外科に特化した学校が全くなかった。標準化された外科教育を提供することに重点を置いた独立した組織を持つことが、この教会の目標の一つとなり、法律検証を求め、1781年には利用者とは別に法人化されるようにとの嘆願書を、 アイルランド総督に提出した。待ちに待った検証は1784年2月11日にジョージ参戦によって承認された。初代学長のサミュエル・クロッカー・キングと初代外科教授のウィリアム・ディーズを含む統治体は3月2日にロタンダ病院の役員室で初めて会合を開いた。当時から入学や雇用が宗派的な理由で差別されていなかった。 創設者であるシルベスター・オハロランとウィリアム・ディースの二人と最初の57人の学長のうち11人はカトリック教徒だった。1856年からカトリック大学が授与している医学資格も認めており、それが卒業証書に正当性を与えていた。最初の受験は1784年8月だった。ヨーク通りの角にある現在の場所は、 1805年9月に買収され、1809年にはグラバーズ横丁の土地が追加で購入された。以前はクエーカーの埋葬地として使われていた。1810年3月に完成した。1844年にビクトリア女王によって補足的な検証が与えられ、医学生は開業資格者とフェローに分けられた。当初、医師は外科と並んで訓練を受けた。 1886年に統合され、医学部が設置された。この歴史の結果、医学部の卒業生は、現在でも2つの王立学院から、開業資格を授与されているほか、アイルランド国立大学から、医学学士、参加学士の学位を授与されている。1916年のイースター放棄の間、セントスティーブンスグリーン公園の本キャンパスは、 マイケル・マリンとコンスタンツ・マルキエビッチに引きられた、アイルランド市民軍に占領された。降伏した後、二人は裁判にかけられ、死刑を宣告された。マリンは処刑されたが、マルキエビッチは女性だったために減刑された。キシーは4年間の大学院入学を提供する最初の医学校だった。現在は廃止されている科目は次の通り、論理学、軍事外科、植物学、 衛生学、または政治医学。1980年代以降、ダブリンのボーモント病院は医療訓練のための本大学病院としている。他の付属病院には、コノリー病院、王立ビクトリアガンカジビン効科病院、セントジョセフ病院などの大学病院があり、現在では保健サービス委員会の病院管理機構の中に、騎士病院グループがある。 2007年に、キシーは、ヘルスケアにおける個人の生活の質の測定について、日本で3回講演会を行った。東京大学、京都大学、新潟大学で開催され、それぞれ主要な学術、医療機関から80名の参加者が集まった。日本国政府の資金援助を受けて、国立病院機構新潟病院の院長及び、神経内科の中島隆が企画したものである。 2010年には、アイリス・マクガバンがキシーの学長になり、王立医学院で世界初の女性学長となった。2017年、キシーは本キャンパスにハイテク施設を開館した。ヨーロッパで最も先進的な臨床医療、シミュレーションセンターとされている。2018年のアイルランド建築賞で、アイルランドの最も評価されている建物に選ばれた。2019年の資格。 質保証法により、キシーはアイルランド発の私立大学として認可された。これにより、アイルランドで私立大学の設立が可能になった。キシーはダブリン市内にキャンパスを設けており、123セントスティーブンスグリーンキャンパスと26ヨーク通りキャンパス2つがある。キシーの本キャンパスは123セントスティーブンスグリーンである。 1810年から本部を置くようになり、1970年代には拡張工事がなされた。26ヨーク通りの10階建てのキャンパスは2017年に開校し、2018年のアイルランド建築賞でアイルランドの最も評価されている建物に選ばれた。このキャンパスは人生を変える次世代の医療関係者を育成することで医療教育を変革することを目的としている。 12000平方フィートの学際的な国立外科臨床技術センターがあり、アメリカ合衆国外で初めてのセンターである。このセンターは実際の病院を模して設計されており、様々な手術室がある。これらには臨床技能実習室が2室、病室が8室、臨床外来10室ある。地下室にはスポーツジムがある。また、図書館もこのキャンパスにある。 以下は、キシーの学部である。以下は、キシーの研究科である。ボーモント病院のキシー疾患研究センター以下は、キシーの付属病院である。医学部には、高等学校を卒業した、学生用の医学部と他の学位を修了した、学生用の医学部が用意されている。校舎は、アイルランドで初めて導入した大学である。生態材料と再生医学、悪性主要。 神経、精神疾患、人工保険、保険サービス、外科学と実践、血管生物学、科学、薬学、看護、助産、免疫、感染、炎症、医療従事者教育、婦人科、産科、中産器療、呼吸器学、内分泌学の分野で研究を行っている。2020年7月現在、キシーには41のサークルが運営されている。 眼科サークルや整形外科サークルなど医学関係のサークルがあるのが特徴である。2020年7月現在、キシーには35のスポーツクラブが運営されている。中には空手道、柔道などの日本発祥の武道もある。また、伝統的に医学はラグビーと関係があり、2000年までのアイルランドの国際的な選手980人のうち201人が医師だった。 学生組合は毎年選出される団体で8人の役員から構成されている。学部と学生の間の大学の橋渡し役であり、ほとんどの会議に招待され様々な問題について学生の声を聞くことができるようにしている。騎士のすべてのクラスからの代表者で構成される学生評議会と密接に連携している。騎士志秀マレーシアキャンパス騎士は 国際的にも有数の医療機関として世界中の教育の医学関連分野で活躍している。例えば南アフリカのアパルトヘイトの間、キシーは差別された人々に医学教育を提供した。2005年にはキシードバイが設立され、現在はヘルスケアマネジメントの収支過程を提供している。2007年にはバレンティアテクノロジー、ダブリン消防隊、病院前、 救急医療協議会と共同で、ドバイの救急医療サービス内での患者ケアの向上と、応答時間の改善を目的とした、救急医療サービスドバイ研修所との研修を開始した。マレーシアでは、ユニバーシティカレッジダブリンと共同で、ペナン州の州都ジョージタウンにキャンパスを所有している。1996年に設立されたキシーユーシド、マレーシアキャンパスは、以前は、 ペナンイカ大学として知られており、ランクで修了する前に、キシー、または、ユーシドのいずれかで前半を過ごすプログラムを提供している。一方で、セランゴール州のペルダナ大学キシーノは、2011年に設立された。アイルランド王立外科医学院バーレーニーイカ大学は、キシーの完全所有の厚生大学である。2004年10月に、医学研究を開始した。 2009年以降、アイルランド国立大学からも学位を授与されるようになった。薬学部や理学療法学部では、中華人民共和国、アメリカ合衆国の他日本の大学でも交換留学を実施している。ありがとうございます。